ライコン入ってる方強いわ。あと光の援軍だぜ。援軍とね、援軍純正剣になったから、うん、あ、そっか、この方の方が強いかもな。最初はグー、ザ・ジャッパイ、ショウ先行ね。じゃあ、手札切ってクックチンクロの効果。はい、いいよ。マスマッチャン、いいよ。なんで、なんでそんな初心んだ。ヒーラー落とせばロードフォリア立つな。ただロードフォリアってレベル2、何だそれ、機械ぞ。よっしゃ、ハリキー宝カード。あれ、なんでこいつがいるの。ロードフォリア、スティーラー落とすの無難だと思うんだよね。スティーラーって、ロードフォリアってレベル2以下の機械ぞです。またはセンス2体必要な素材が、チューナー以外の。あ、レベル、あ、トッペルオーリアですね。まあ、スティーラーだと思うけどね。ブックラッパルベ、バルブなんだと思う。ジェットシンクロン効果で、スティーラー切って特徴化。なるほど、それでも待ってたのか。じゃあスティーラー効果再切って特徴化、うん、8シンクロ。まあ、ジェットシンクロン効果使ったからね。ジャンクサーチはできない、ね。まあ、召喚しちゃったんで、うん、ロードオブリア他でレベル2以下の戦士族が機械族とか、うん、そう、戦士族か。だからドッペル呼べるんだよね。ドッペルかジェットシンクロンかな。ドッペル、うん、まあ、強子で。じゃあ、スキラコか。あ、俺が使えてないだけだね。ロードウォリア下げたんだね。はい、うん、下げてで、1、2、3、4、爪出せる。爪出せます、うん、爪。なんかロードウォリア効果使っちゃったんだね。でも、まあ、クエサーまでいけないんじゃない。召喚権もの使っちゃった。まあ、爪出す、うん、で、ジャンクサーチもできない。爪出す。あ、これどっち外か。そうだね。で、トッペルウォリア効果遠くに対応できます。はい、じゃあ、グラッパルブ。グラッパルブか、うん。バルブ効果、バルブ効果でロンハイヤブラスターが落ちて特殊感。あ、いける。俺より使えてるじゃん今これ。レベル7、スティーラーもあるからさ、これを6にすればもう1個使って6にして6、4、2で、あ、シンクロ召喚、うん、レベル2。ただやっぱラグラリアンからの方がドローができるからね。まあ、はい、ホヤシンクロワンドロー、うん、じゃあスティーラー効果再起特徴感で下げて、これは6になって6になって6、4、2、6、4、12。クエスター、うわー、俺より使えてる。頑張ります。まだまだできるって動けるけど、まあ動く必要ない。エンドでドロードリオーリア、ドリオーリアがあったっつって、はい、ジェットシンクロン、はい、もうなんだよこれ、はい、この手札何なんだよマジでマジで何なんだよこの手札ね。だって俺調律引いてないから。だディバイの効果発動いいっすか。クエスアルムクロンでした。じゃあいいよ。デーモン冒険、はい、ねえ、くそ、バード、バードハンド、ブラックホールがあれば弱いよ。まあエリアルでいいや。じゃあエリアルエリアルじゃないな、ディバイナーズ。エリアルなんで入れてんの。じゃあリバース効果でリチュアサーシだね。あとまあサモンプリキストからの4が優秀なの、4の選択肢としてね。リバイナーが4だったらちょっと、まあ召喚権使っちゃったんで終わりです。ドロー、あの死んだんすけど、あれ、ストラライズ、バトルフェーズバンバン行きました。俺より使いこなせてる、強いな。トリキアの回し方のいくつかパターンを知ってるんだね。結構なんか一つのパターンしか
何パそのおおいっぱいここにたどり着くパターンをさいっぱい知ってた方が、まあ、6、4に回せるってことですよ。うわやばい、これチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたち